日本茨城県森谷市大木大木は茨城県森谷市の大技。旧北相馬郡大木村。郵便番号は302-0107。森谷市北部に位置する。地域の中央を絹川が流れ、地域の東部を県道のダウシク線、県道58号取出豊岡線が通る。また、地域内に県立森谷高等学校がある。東は、薬師台、緑。 西は野田市北野崎、南は野木崎、北は板戸井と接している。大木には50の小技が存在する。以下の小技のうち高崎、高崎下、前田、薬師堂の各一部は緑1.2丁目に編入された。廃止された障子以下の小技は緑1丁目、緑2丁目の一部となり消滅した。当地域は古くは森屋里に属し、 全域が下宇佐国草魔郡大木村となっていた。元は、絹川は流れていなかったが、絹川掘作のために働いていた内森屋村の妊婦が1625年に土砂崩れで死亡した記録があることから、それ以前に絹川の掘削が始まっていたと推測され、1634年頃、掘削が完成したと考えられている。また、その頃は、 隣の板戸井村同様に一色市の事業所であった。寛永年間に行われた絹川の掘削以後、西岸の三角州定地の入植が行われ、大木神殿が成立した。しかし、河川に囲まれた定地であることから、洪水の被害に遭うことが多く、人々は流作場と称するようになり、現在でも大木流作の呼び名が残っている。 流作場での農業は洪水を各もの上で行わねばならなかったが、領主も状況を考慮して平年でも年貢を少なくするなどの措置を取り、3年に一度収穫があれば暮らせると言われた。また、大木流作地区の開発は、近隣の相馬郡歌唱寺村、葛飾郡目吹村、葛飾郡保木間村の山野によって始められたと伝えられ、その山野はそれぞれ上の家、 中の家、下の家と称され、それぞれ地域の北、中、南部に今日構えた。その後も入植が行われ、江戸時代末期には17個となった。1877年には大木村と合併し、再び大木村の一部となり、明治、大正を経て、第二次世界大戦後の1946年になると、山形県出身者を中心とした満州からの、 引き上げ者が大発集開拓農業共同組合を組織し、当地の開墾をさらに進めた。大木流作地区は近代的に整備された田園地帯となるとともに、落農も行われるようになった。そして2006年には、田畑が約370ヘクタール、牧草地約70ヘクタール、落農欠約20ヘクタール、居住個数21個を数えたが、 水害が懸念されることから、住民の止め川東岸への住居移転が進められ、2007年には完了した。現在では、当地は無人地帯となっているが、周辺地域が市街化する昨今においても広大な田園地帯が広がり、畑作や落農が今なお続けられている。また、江戸時代には洪水対策のために住居を建てる土地は、 森土が行われるなどの工夫が行われていた。大地と宿が入り組んだ土地であることから、大木に行ったとは、対照的に大地に、住宅、宿や定地を水田として、土地利用が行われていた。また、木の川掘削後は船乗りを家業とするものが多く、男は、常時家にいるものが少なくなっていたので、人身戸籍作成のための人工調査時には、人工調査の延期を願い出ている。 旧高級料取調べによると、幕末には、田安領と幕府領となっており、幕末より、下佐や陳部府、下佐地事件の管轄となり、1869年には、葛飾県、1871年には、印馬県の管轄となり、1873年の大工商区制では、第14大工6商区となったが、これは本来は家庭であり、 実地不便の向きもあるということを理由に、第五大区七小区へと再編されている。また、同年千葉県となる。1875年には、千葉県から茨城県に移管され、第九大区二小区となる。1877年には、大木神殿が再度大木村へと編入され、1878年の、軍区町村制では、大区小区の区分けが廃止。同時に、 相馬軍が、利根川を境に、南相馬軍と北相馬軍に分離し、北相馬軍大木村となる。1889年3月1日には、同じ北相馬軍の板戸井村、大仙神殿、龍卓村と合併し、大木は、大井沢村の大技となり、1955年3月1日には、同じく、北相馬軍森屋町、大野村、高野村と合併し、 森谷町の大技となる。1983年には森谷市内発の高等学校である県立森谷高等学校が地域内に開校。1988年11月22日より地域の一部を工業団地とするために開発が始まり、1993年10月29日には緑1.2丁目として分離した。 2002年2月2日の森谷市の市政施行により森谷市の大技として現在に至る。地域内にある大円寺の大向くの木が大木であったことから大木とした。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。森谷市、コミュニティバス、モコバスが地域内を走っている。モコバス地域内には大木停留所がある。また、 当地域内は右回り、左回りともに同じルートである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。